ヘプシバ &UD メニューイン・インザ・クロイツァー・ソナタ・レコーデット1934ヘプシバメニューインはアメリカ合衆国出身のピアノ奏者。妹・ヤルタもピアノ奏者、2位・ EFD はバイオリン奏者である。サンフランシスコの生まれ。4歳より、ジュディス・ブロックリーの下でピアノを習い、レフ・ショアの訓当も受けた。8歳で、初リサイタルを開き、バーゼルで、ルドルフ・ゼルキン、パリで、 マルセル・シャンピに指示して、研鑽を積んだ。両親の意向でニー・位フディの伴奏ピアニストとしての活動に制限されたものの、1933年に兄と録音した、モーツァルトのバイオリン・ソナタ K526 の録音で、キャンディード賞を受賞し、ピアノ奏者として注目を浴びるようになった。1938年に、リンジー・ニコラスと結婚してからは、オーストラリア方面にも、 活動の幅を広げ、ソリストとしてバルトークなどの作品をオーストラリアの聴衆に紹介して名を挙げた。1954年にニコラスとの結婚を解消し、翌年にはリチャード・ハウザーと結婚して活動拠点をロンドンに移した。イギリスに移住後は兄をはじめとするミュージシャンたちとの室内学で活躍したが、トハウザーともに事前活動にも力を入れるようになり、 人権と責任の研究所やグループ研究センターの設立にも関与した。長い闘病生活の後、ロンドンにて死去した。1981年2月22日、兄の家 FD はカーネギーホールで追悼演奏会を催した。ヘプジベメヌヒン、ジューイッシュウィメンズ、アーカイブエンサイクロペディアハットメニューイン、ヘプシーバ、オーストラリアンディクショナリーオブバイオグラフィー。ありがとうございます。